こんばんは、山城と申します。すみません、本当にちょっと緊急で動画を撮ってるんですけどね、ツイッターのアカウントが凍結されましたということでございます。対策とかの話とかもね、ちょっと先にそっちの方しとこうかな。とりあえず、LINE のブームっていう機能ですね、あります。これ、LINE のアカウントを持っとったら誰でも登録ができます。で、ツイッターみたいな感じでフォローしておくと、お知らせがね、そのブームっていうところに、LINE のアカウントで、普段遠くのところ開いてる人が多いかなと思うんですけど、遠くの横にブームっていうところあると思います。そこのところに、通知が、来るように、なりますんで、多分、LINE アカウント持ってる人、今、非常に多いと思うんで、こっちに移行するのが一番手っ取り早いかなと思ったんで、とりあえずこちらの方で案内をしておきます。ですので、とりあえず、これを見ていただいた方はね、まず最後にも案内しますけど、LINE のブームの、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いいたします。で、まず、それよりもね、大事なのはね、このツイッターがなんで凍っちゃったのかということなんですよ。で、どうしようかなと思ったんですけど、とりあえずどうなってるかというと、今、画面がね、こんな感じです。俺ね、昼休みのタイミングだったんで、あれだったんですけど、こんな感じで完全に、ご利用のアカウントは永久凍結されていますと。で、慎重に審査したところ、ご利用のアカウントはツイッタールールに違反していると話しましたと。そのため、ご利用のアカウントは永続的に読み取り専用モードになっています。つまり、ツイート、リツイート、いいねすることができません。新しいアカウントも作成できません。ここ大きいんですけど、新しいアカウントも作成できません。で、何らかの手違いの場合は、異議申し立てを送信できますということで、まあ、ちょっと急ぎで、異議申し立ての送信は行ったんですけど、これなんでなんかなと思ったら、なんかね、ここで引っかかったらしいです。メールがね、ちょっとね、ツイッターからのやつだったんで、プロモーション、あ、でね、プロモーションとか、G メール使ってるんですけど、G メールって普通のフィードバックじゃなくて、ツイッターとかそういったところの SNS の投稿、ね、のアカウントのやつの場合は、そっちのフォルダに振り分けられるので、重要メールとかが、ポンと出てこなくなっちゃうんですよね。その兼ね合いでね、実はそっちの方に入っちゃっとって、気づかなかったんですけど、よくよく見てみたら、こんなのがありまして、これですね。こういうふうになってました。メールが来とって、こういうふうになってました。ご利用のアカウントは、ツイッタールールに反して登記されました。具体的内容は次の通りです。で、プラットフォーム落用とスパムということで、ね、そう、なんかやばい発言したっけな。なんか、まあね、確かにやばい、中身やばい人間なんでね、やばい発言なんかしてそうな感じはしますよ。いや、でもね、ツイッターではね、そういう、まあ、対策のために、そんな、ちゃんと猫かぶってね、やってるはずなんですよ。おかしいなと思ってですね、なんでかなと思って見てみたんですけど、そしたらなんかね、スパム、プラットフォーム落用とスパムっていうことなんですよ。ですから、いわゆる、外部から不正なアクセスをするとか、そういうような感じですね。要は、連続でバカバカ、投稿するとか、あれなんかなっていうことなんですけど、ということなんで、これで大事なのが、ツイッターの利用を、ですね、人為的に拡散または隠蔽したり、ツイッターのユーザーエクスペリエンスを操作または侵害する行為に関与したりする人で、ツイッターのサービスを利用することを禁じますということで、どういうことかというと、まず拡散っていうのはあれですね、要は、カラーアカウントを、まあ、2、3とかじゃなくて、まあ、それこそ、プロのところになってくると、5000とか6000とかっていうアカウントを持って、それで、うまいこと、データを散りばめさせて、拡散行為とかったりするような業者さんとかいるらしいんですよ。実際、SNS 業者みたいな感じで聞いたことあります。まあ、結構500万とか、それぐらい単価かかるらしいんですけど、払ってもらったら、ある程度その拡散のやつもできますし、で、隠蔽の方が高いんだとか、隠蔽ってなると、本当にガチな隠蔽のやつになってくると、5000万とか、それぐらいかかるっていう噂は聞いたことありますけど、噂レベルですよね。で、もらうと、本当にそういう関連のツイートしたやつを徹底的に攻撃して、全部アカウント凍結させてみたいなことをやったりするような、サービスをやってるような、ちょっと怪しい業者さんとかもいるということで、まあ、そういうやつの対策のためですね、恣意的にそういった情報操作をさせないために、あとは、いいね、空打ちみたいなんで、急上昇に乗せるために、その偽アカウントとかカラーアカウントを1000とか2000で、それこそ使って、バーッと一気にね、いいねを打ったりするようにすることで、急上昇とか人気ワードとかに載せるので、目立たせますよっていうような工作が行われることがあったということで、そういうようなことの対策のためにこういうのが作られているのは、まあ、一応前からあったのはあったんですよ。それがなぜかうちのチャンネルにと、適用されたということで、
で、ここで問題なのが、新たなアカウントを作成することにより、永続的な凍結を回避しようとした場合は、新たなアカウントを凍結しますってことはね、もう私全くアカウントが作れなくなります。これどういうことかっていうと、アカウント、今までよくそれでバン食らったんで、回避アカを作りますとかっていうのがあったじゃないですか。もうそれももうできなくします。ツイッターは、そういうのも全部やることによって不正を排除しますっていうことなんですけど、なぜかうちのチャンネルがそれの不正の排除を食らって、もう私は二度とツイッターが使えなくなってしまいましたと、いうことなんですね。ですので、まあ、参ったなということで、まあ、それでとりあえず LINE の方に逃げたんですけど、Facebook もやってるのは、どっちでも発信してきます。ただ、ちょっと指導になるんで、リアルタイムでね、ピッピッピッと送れないんで、ちょっとそのあたりはね、ちょっと投稿に頻度の差が出ると思うし、まあ、YouTube、ここにたどり着いていただいている方は、もう YouTube の通知がね、自動で、来るように、ベルマークを押しておいてください。チャンネル登録のところにあるね、ベルマークのところを押しておいてもらえると、ほぼ確実に通知がいくんで、見逃しが、ね、ないようになると思いますので、それでちょっとお願いしたいところであります。で、じゃあどうしてこれが起こったのか。これはぜひね、全 YouTuber さんにね、警鐘を鳴らすという意味でもね、全 YouTuber に次にしようか。これをしていると、もしかしたら、Twitter のバンの食らう対象になっている。明確な返答は来てないんです、まだ。で、これ来るかどうかわからないんで、とりあえず思いつく、限りのところを、当たってみました。で、いうところなんですけど、まず一つ目パッと思いつくのが、皆さん思いつくところだとこれがあると思うんですよ。ボットっていう機能ですね。いわゆる自動で、この時間になったら、つぶやいてねっていう、定期インフォとか売ったりするような人が使ってるやつですね。もう、うちも昔使ってましたよね。定期インフォの通知を流すのに、6年前ぐらいは使ってたかな？定期インフォで、こう、わーっと流してね。自分のサイトとかブログへのね、こういうブログやってますっていうのを流すっていうのは、まあ、これはね、一般的に結構よく使われてたやつなんですけど、あれっちゃうのってことなんですか？あれもう私4年か5年ぐらい使ってないんですよね。あ、一応このチャンネル始めた頃ぐらいまでは使ってた方が、2019年ぐらいまで使ってた。でも4年ぐらい経ってるんですよ。初頭に、まあそんなにあんま効果もないし、なんか同じツイートばかしになって、ね、自分のツイート履歴見にくくなるかもいいやって言ってね、やめちゃったんですけど、っていうのがあるんで、あれが、その時のやつが今更引っかかってきたのかなと思ったけど、そしてちょっとさすがに考えにくいなと思ったんで、直近のね、運用してるやつで何が問題だったのかな、何かそれに引っかかるようなやつあったかなということで、とりあえず可能性のやつがあるやつを挙げてみました。で、ちょっと免責事項なんですが、最初にこれだけちょっと覚えておいてください。今から挙げるいろんな機能を、これが原因かもしれないって言ってあげますけど、それだって特定できてるわけではないです。ですから、その機能を、使うことを、なんていうの、営業妨害をしたとか、そういうわけじゃなくて、いわ、あの、一応可能性としてあるところを、リスクマネジメント順、まあ、リスク度順に、とりあえず低、中、高に分けて、ちょっと3つ、暴き出してみたんで、ただこれが確定とは限りません。ですから、これを使っていても問題ないかもしれません。したら、私が考える、次が実際にこれバンクだって、一発バン食らっちゃってるんでね。って考えると、まあ、リスクをね、考えて、まあ、こういうリスクがあるかもしれないっていう、一応、情報共有という範囲で取り入れておいてください。このアプリを使ったらダメだっていうようなことを目的としてるんじゃないし、私は何ならそのサードパーティーとかのアプリ、とか、今後紹介するやつを使ってね、実際に良かったと思ってるんで、そのあたりはちゃんと念頭に置いて、ちょっと今後の動画を見ていただきたいんですけど、まあ、きっと切り抜きの時はここら辺カットされるのも別にいいけどね、もう あれなんだけど、そういう、まあ、そのあたりちょっと頭に入れて、この後ネタを見ていただきたいと思います。で、今後どういうのが考えられるかってことなんですけど、よっこいしょ。あ、もう全部見えちゃってるな。今一瞬ちょっと全部見えちゃいましたけど、Twitter 永久凍結ということで、考えられる機能1、これですね。ニコニコの連動機能っていうやつですね。ちょっと、かぶっちゃうな。俺どこに消えよう。ここら辺。ごめんなさい。もう、突発で作ったら、白黒、何の、効果も何もなしですけど、ニコニコの連動機能ですね。これ何かっていうと、ニコニコ動画
やってる人なら、ちょっと YouTube と関係が薄いところなんですけど、まあ、これは可能性は相当低いやつなんですけどね。ニコニコ動画って実は Twitter とのアカウント連携っていうのができるんですよ。これも公式で、公式アカ、あの、アカウントの設定ページのところに、Twitter のアカウントを連携しますかっていうのがあるんです。で、Twitter のアカウントを連携すると、投稿、あなたが動画を投稿したときに、ニコニコ動画で投稿しましたよっていう案内を出しますかって言って、はいっていうボタンを押すだけで、なんとニコニコ動画ができるんですね。実はこれ YouTube にはない機能で、ニコニコ動画の方は実はこの機能がある。だから、多分、Twitter をずっと見ていただいてた方なら、ここまで気づいてるかなって思うんですけど、うちって今同時投稿、8時にね、ニコニコ動画でも YouTube の動画投稿してるんですけど、先にニコニコ動画の方が上がると思うんですよ。なんならニコニコ動画って8時に動画投稿したら、ほぼ8時ジャストタイムに、ニコニコ動画に投稿しましたよっていうツイートが流れちゃったと思うんです。これはもう本当に完全連携機能してるんで、ニコニコ動画で、はい、動画がアップロードされました。はい、じゃあ Twitter にも投げときますねって。もうリアルタイムで送信をやってくれるっていう機能なんで、めちゃくちゃ便利で。ですから、YouTube って、まだこの後紹介するんですよ。YouTube で動画頑張っても30分とか、落語ができてしまうんですよね。ですから、絶対ニコニコの方が先に動画投稿の紹介が流れてきたと思うんです。それはこの機能を使ってたからなんですね。ただ、これは、実際に公式のアカウントが、として、Twitter のね、公認の機能として、提供されてるやつなので、これでダメになるってなると相当厳しいよね。いやいや、アンさんところコード、ちゃんと正式に提携してるやつじゃないですかということなんで、それがダメってなるとちょっと厳しいよねっていうところなんで、さすがにこれが影響あったとは考えにくいんですよ。ただ、もしかしたら全部の影響があるかもしれないんで、一応低い、可能性は低いけど、これだと思います。あと、YouTube やってる人は、そもそもニコニコ動画でそんな動画投稿もヘッタレも、ないと思うんで、あんまり関係がないと思います。これ、どっちかというと、うっぷん主向けの話ですかね。っていうのがあります。とりあえず、これ言うのがあったんで、一応、こういう機能が、もしかしたら、その自動ツイートの外部攻撃って見なさいように変わっちゃったって、まあ、正直、どうも仕様変更があったんじゃないか。バン祭りとかって言って、今、アカウント凍結祭りとかって言って、ちょっと話題になってるみたいなんで、ただツイッターが見れないんで、ね、あ、見ることはできるんで、チラッと見たんですけど、本当にもう機能が完全に制限されてるか、本当に、ある情報がチラッと見れるだけなんで、あんまわからないです。一応、バン祭りになってるという噂はあります。で、いうのは聞いてるんで、おそらくそれの影響もあると思うんです。多分、仕様変更があって、そこら辺、ギュッと絞るぞってやった瞬間、ちょっとでも怪しいところが、こういう技能とかも、いや、公式とか取ったかもしれないけど、公式じゃないかもしれないから、まあ、もう全部バーンバンバーンっていう可能性があるんで、それで食らってるんだったら、これでもアウトってことになりますね。ニコニコの連動機能。これは、もう簡単です。登録解除というボタンがあるんで、設定のところね、ニコニコのアカウントで。で、解除したれば問題ないですよっていうやつですけどね。ですが、まあ、対策も簡単ですけどね、ってことです。で、二つ目ですね。次に考えられるのが、もうちょっと可能性高いのこれかなって、ソーシャルドッグっていうの仕様です。これ何やっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ソーシャルドッグっていうのは、ツイッターアカウントのフォロワーとかキーワード管理を行っているアプリです。今もうちょっとアカウントが止められちゃったんで見えなくなってるんですけど、こんな感じのね、このツイッターの公式アカウントの横にソーシャルドッグっていうボタンがちらっとあると思うんですけど、これがアプリなんですけど、開くとね、こんな感じで、ソーシャルドッグっていうやつがバーッと開いて、これが多分ね、ちょっともう開けて、こんな感じで一応見れる機能とか、フォロワーの推移とかデータとか、あとはキーワードを登録しておくんですか、スターステールとかで、ね、そのあたりにワードを登録しておくと、その、ワードに、が、つぶやいたら、機能が入ってくる。これ、ちょろちょろと入ってきますけど、これ、英語のスターステールっていうやつが、なんかそういうね、やっぱスターとテールなんで、それなりに一般動詞として使われる言葉なんで、英語圏でつぶやかれたのがぼちぼちと入ってくるわけですね。あとはフォロワーさんの管理とかね、フォローバックできてない人とか、そういうデータを、管理できるっていうのがあるらしいんです。で、そう、フォローバックって言ったら、それもなんかもしかしたら問題だったのかなというところなんですけど、なんか今、YouTube って、もともとフォロー、ツーフォローって言って、FTF っていう、
ことをやると、バン食らうよっていう話をどっかでしたことあると思うんですけど、ですから、ぜひ、チャンネル登録してください。登録してくれたのを、確認できたら、私も、あなたのチャンネル登録しますよっていうふうにして動画投稿して、その登録者増やそうとすると、NG 食らいますっていう、一パターンと食らいますよって話をどっかでしたと思うんですけど、実は、ツイッターも正確にはあったらしいです、昔から。うん。ですから、フォローバックっていう機能とかもあって、で、別にフォロー返し、ツイッター、TikTok だからでもありますけど、普通にフォローしてきた人ね、フォロー返しでピンピンピンっていうことをずっとやってると、一応、無作為に、来た人を無条件でポチ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 やってると、はい、ダメですよっていうことになって、なるらしいんですよ。で、ただこれは、うちのところはそのさっきのところにも出てましたけど、それには引っかかってないですし、まあ基本、フォローしてくれたらフォロー返すようにはしてたんですけど、まあちょっと怪しい、アカウントとかね、いうのはしてない方だし、それとね、単純にオメシスさんとか東海オンエアさんとかね、まあ他にも原田ちゃんとか、原田ひとみさんとか、まあ声優さんとかね、一方的にね、フォローしてるのもあるんで、そんなフォローとフォローバック率が、多分50もないのかな。30かそれぐらいだったと思うんで、そんなだとね、さすがに引っかかることはないし、まあ実際その送られてきた通知のそこのところの違反のところは変えてなかった。定職は変えてなかったんで、そこではないのかなと思います。フォローバック、あんまり気軽にしすぎるの、これは問題になってくるのかもしれません。結構シビアっすね、これ。うん。YouTube ならわかるんですよ。チャンネル登録という機能がね、あれなんで。だからソーシャルメディアとして相互メディアの方なんで、どっちかというとその、YouTube は発信者側と、視聴者側っていうのがあって、視聴者側の中に発信者もいますよっていうような感じのあれなんですけど、基本的に Twitter のアカウントを持ってきたら総発信者じゃないですか。っていうことを考えると、まあもちろんコメント書いたりするのも発信じゃないかって言われたら、受け手を受けてのところなんで、あれなんで、そう考えると、Twitter ってで、それをするっていうのは、どうなのかなっていう気がしますね。TikTok でもフォロー返しっていう機能があるぐらいですからね。あれもやっぱり総発信者のイメージですよ。TikTok もやっぱアカウントを持ってる人は発信するよっていう、結構前提で作ってるところがあるんで、うん。多分、そういうところら辺だと思うんですけど、っていうのがあるんで、どうなのかなと思うんですけど、で、とりあえず、それよりも多分問題になりそうなのはこれかなってことです。結局、これの場合、外部のね、そのアカウント、サードパーティーが作ってる機能で、これめちゃくちゃフォロワーの管理とかそういうのが見やすかったんで、すっげえ重宝してたんですよ。まあ、それもあるんでよく使ってたし、スターステールに関するね、まあ、エゴサじゃないですけどね、自分のね、ところのデータとか、どっかでその情報出てるかなっていうのをね、出してもらったらね、こっちもいいね、しに来やすいですしっていうのがあって、そういうのをやってたんですけど、それが、もしかしたら外部攻撃とみなされるように変わってしまったのかもしれません。サードパーティーのやつが、これはもう外部アカウントのやつだから、はい、もう全部ダメっていうふうに急に変わったのかもしれません。まあ、ですから3年以上使っとったのを、まあ、税務署のね、税金対策だと7年ぐらい泳がせてるみたいな話もありますけど、まあ、基本的に、この手のやつの場合は、違反が見つかったらすぐにね、対応していくやつになってくると思うんで、3年以上そんな問題なくね、使ってましたんで、これがいきなり一発パンになるのっていう感じはありますけど、まあまあ、いや、仕様変更で、いや、もともとダメって書いてあったのが、規約通りに、うちが、適正に対処しただけですって言われたら、まあ、それまでなんで、まあ、可能性はなくはないかなっていうことですね。ですから、まあ、こういった外部アプリで、管理してる人、投稿とかを自動管理してた、できる機能がある。他にもサードパーティーのアプリっていろいろと出てまして、例えば、投稿をね、例えば、結構有名人さんとか、声優さんとかね、芸能界の人とかが、使ってる機能だと、発表で、解禁、何時解禁とか、何日の何時解禁で情報解禁ができますよっていう、契約の、お仕事とかが、結構業界は多いじゃないですか。そうすると、間違えないために、そのアプリで、正確にその日時に設定して、その瞬間にパンと告知ができるようにする。リアタイでピンと告知来るやつが、ポン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 、結構芸能人さんとか、会社さんでもそういうの売ってるのあるじゃないですか。あれって、その時間に測って、あ、今押せ、ポチって、社員さんがやってるわけじゃなくてね、そうじゃなくて、
基本的に時間のタイマーを設定して、それでポンと打ってるということらしいです。ちなみに今だポチってやってる人もいるらしいです。ちなみに東海運営さんはポチ、今だポチって、やってるっていうのね、動画で見たことありますけどね。そう。なんか、あ、なんだったっけ、あれ、あ、結婚発表のやつだ。まあ、あれはね、結婚発表の動画が流れ終わったら、そこで、ポチッと押してね、はい、一斉送信っていう形でやるよって、ね、やってたんで、まあ、そういうようなね、やり方も、まあ、あれはね、逆に動画投稿が終了したタイミングとかそういうのもあるんでね、そういうの方がいいのかなっていう気もしますけど、そうじゃないね、告知系のやつっていうのはこれ使ってる人が多いんで、これ結構、大手さんとかでも結構、えっていうところがあると思います。ちょっと、これはもう、これが攻撃の対象になってる可能性があると、YouTube やってると結構やばいんじゃないっていうところですね。YouTuber さんは、これ、さっきのニコニコのやつよりもね、影響あるんじゃないかということで、まあ、アカウントの、このソーシャルドックの、からのアクセスをしないように、まあ、アンインストールするとかしかなくなってくるのかなというところですね。っていうところです。があります。だから、ソーシャルドックの場合は、アプリを起動しないと、アクセスしないんで、アクティブ状態ではアクセスしないようになってるので、まあ、そのまま様子を見ていくというのも手ですね。アクセスせずにね。アクセス、さっきみたいに起動しちゃうともうアクセスしちゃうんで、それでだいぶ攻撃って見なされちゃってるかもしれませんので、それだけちょっと気をつけてもらった方がいいかもしれません。っていうとね、このソーシャルドックさんのところの、なんか、マイナスブランドイメージみたいになっちゃいますけど、これ何も、もうここのアプリが悪いことしてるわけじゃなくて、ツイッターが、ね、のね、仕様変更で、完全に、悪者とか、ちょっと、まあ、被害者的なところがありますんでね、ぜひ、問題なく使えるようにね、そういうサードパーティーのね、そういう便利機能とかもあって、ツイッターって伸びてたところがあると思うんで、それはどうなのかなというのは正直思いますね。っていうのがありますけどね。っていうのがあります。で、いうので、まあ、一応ソーシャルドック、まあ、可能性としてあるなというので、挙げておきました。で、最後のやつが多分一番可能性高いかなと思ったんですけど、よいしょ、最後のやつが、RSS フィードの仕様ですね。これ、日本の YouTuber さんってどれくらい使ってるんだろうかなって思うんですけど、RSS フィードっていう言葉をネットを結構がっつりやってる人とか、軽くプログラミングかじってるよっていう人ぐらいの人だったら、多分、すぐにパッと、ああ、RSS フィードにって、わかると思うんですよ。これ何かというと、RSS フィードっていう、フィードっていう機能があるんです。これ簡単に言うと、Google 検索のもっと専門家版みたいなやつだと思ってください。Google 検索でいろんな特定ワードを入れると、それに合ったやつをバーって調べてくれるじゃないですか。そうじゃなくて、もうちょっとあれをさらに機能をぐっと絞って、ここの特定のサイトのところでこういうようなつぶやきとかそういうのがあったら、キーワードの情報、ニュースサイトとかわーっと登録しといて、例えばスターステイルとかね、芸能人やったら自分の名前のやつとか入れておいて、あとは会社さんやったら自分の会社にトヨタ自動車とかっていうのを入れておいて、そうすると世界中でトヨタっていうのが今どういうような、情報として見られているのかとか、そういったことを、それこそ世界中のフィードから、リアルタイムに拾ってくることができるっていう機能です。で、これをうちの場合は YouTube の投稿の自動連携に使ってました。YouTube で動画投稿したら、この RSS フィードに、送信することによって、はい、YouTube にスターステールさんの動画が投稿されましたよっていうのがわかる。RSS フィードから、じゃあ、今、その新着情報が入ってきたんで、こんな新着情報ありましたよっていうのを私にお知らせしてくれるっていう、機能です。で、この、お知らせしましたよっていうのを伝えてくれる機能を、Twitter の方に連動してね、Twitter で、はい、こういうふうのが出ましたよっていうのをすることによって、YouTube の動画投稿したのが自動的に投稿されるっていうのがあります。これが結局リアルタイムでできないんで、これ30分ぐらい遅れになるっていう、そのフィードが回ってくる時間の兼ね合いなんですけど、リアルタイムって言っても、これぐらいちょっとタイムラグができるんですね。ただ、まあ、世界中のどこにいようと、自動的にその、スターステールとかってやっといてくれたら、そのデータを入ってフィードバックしてくれるんで、どんどん、使い方をしっかりとやるとめちゃくちゃ便利なんですよ。で、これ、日本だとなんか使ってる人あんまりいないのかなと思うんですけど、それこそ簡単なプログラミングができる人とか、あ、映してなかったのね。
RSS フィードってのはこういう感じです。漢字じゃない。RSS フィードっていうのがありますということです。で、YouTube との投稿情報を自動ツイートすることができます。これ以外にもいろいろ使って、世界、あらゆるサイトが使えます。アテナブログとかでも何でもいいですし、の、やつのフィードっていうやつの、その、やつの登録をしておいて、この ID のやつをとか、いろいろね、やっておけば、すべてのデータがそこにフィードバックされてきて、それを、例えば、ですから、一番これがよく使われるのがブログなんですよ。ブログって、連動とかそういうようなのが難しいじゃないですか。というか、ブログのそのアカウント ID とかフィードに投稿しておいて、ブログで投稿したやつを SNS、各種 SNS とか LINE とかでバーってね、配信してもらうことによって、あ、この人ブログでこんなこと書いてんだったら、認知されやすくするっていうのとかで非常に便利だったり、特にブログ全盛期、今から10年前かな。2012年、13年とかまでは、めちゃくちゃ RSS フィードってすっげー活用してた人は多いと思います。あの頃にブログとかやるっていうと、ちょっと多少ね、HTML 言語とかも読めないといけないし、その HTML 言語とかに当たるのが今、まあ最近はソースという読み方をしてますけど、このソース読みができる人なら、まあ基本誰でも利用できる、予定になってるんですけど、日本の YouTuber さんあまりこれ使ってる人いないのかもしれない。見てるとね、Twitter の感じだと手動でやってる人が結構多いかなっていうイメージがありますけど、ただこれは可能性が高いのかな。RSS フィードっていうフィードを使った自動で、その、ピーって30分に1回ね、ピヤーって漁って、ポチ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 ってやっていく機能なんで、これが引っかかったのかもしれません。で、いうところですね。で、もしくはこの自動ツイートの、アクセス、もしくは、これによって投稿するやつって機械的に同じタイトルがピーって入って、YouTube のリンクが入ってっていうのがポン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 入るじゃないですか。あれが機械的操作とみなされて、自分の言葉じゃないよね。だからこれは機械の言葉だよね。あ、ってことはスパムだよねっていう風な、感じの認定を受けてたのかもしれません。これ同一言語じゃなかったらいいんじゃないのと思うかもしれませんけど、同一言語じゃなくても、例えば、自動的に番号が12345みたいな感じで変わるようなやつを線とピシュって入るようなやつだったらアウトとかっていうのがあったりするんで、それのような感じで見られたのかもしれません。どちらにしろこの RSS フィードの、ツイートが、そのアクセス自体の技術的な問題なのか、それともツイートの投稿内容が機械的だったかっていう問題かはさておき、これの可能性がちょっと高いのかなと思います。まあ、の場合は RSS フィードの、フィードバックを解除したるしかないのかなという、気はしてます。だからこれどこのフィードでやったかな、そのフィードのプラットフォームが行くとかあるんですよ。どこで登録したかな、覚えてねえんだよな。これはもう正直、自動通信で最初に設定したらもうずーっとできるんで、3年ぐらい前からずっと使用しているんですよ。ですから、その、ツイートの、投稿漏れがなかったと思うように、1日10本とかでわーって投稿しとった時も、問題なく上がってたと思うんです。これはこの機能を使ってたからなんですよね。ただ、これためにすると、正直、日本では使ってる人少ないと思うんですけど、これ、英語圏では、めちゃくちゃ使ってる人多いみたいなんですよ。うん。まあ私も実際英語での説明聞いて、その英語のやつ見ながらわーってやって、日本語で説明するのがちゃんとして説明するのがなかったんで、もうこれの機能日本語版で説明しようかななんて、ちょっと考えてた矢先ですからね。っていうのがあります。まあこういうような機能があって、もしこれ使ってる人がいたら、ちょっと早急にフィードバックの、解除した方がいいかもしれません。これはちょっと、真面目に検討した方がいいかもしれませんね。というか、もしかしたらこれをやってる人は今、軒並みもう食らっちゃってるかもしれません。まあ、次が食らってるってことはもう、多分、使ってた人はもうすでに時すでにお寿司かもしれませんけど、こういう可能性があります。っていうのです。RSS フィードっていうのがあるんで、まあ、このあたりかなということで、とりあえずこのあたりの対策をして、解除できるんだったらね、解除しても、やっぱツイッターのね、拡散力強いんで、使っていきたいところですけど、まあ、正直言って、もう二度と使えない可能性が十分出てきたんで、とりあえず、後にも先も、その、ツイッターのね、このリンクにも貼っておきます。ブームっていう機能があります。ひとまずこっちの方でやっていこうと思います。見せれる、LINE なんでね、まあ、LINE アプリね、ちょっと映せないところが多いんで、あれですけど、よいしょ。スクショでやります。スクショで、
ぼかし入れときます。ここに、横にここだけパッと入れときますわ。縮小のね、わーってね、友達の画面とかトークってとこあると思うんですけど、その横のところにブームっていうボタンがありますよね。ここのところを押すと、こんな感じで縦動画がわーっと見れたりだとか、縦動画が見れたりとかね、いろんな通知が、ここのところで見れるようになります。で、ここのところに、うちのところも出してきます。まあ、縦動画も遅れそうやったら、ちょっと縦動画も入れときますわ。とかもね、見てもらったらいいかなと思いますんで、ちょっとこっちの方をちょっと中心に活用していこうかなと思います。まあ、なんでかというと、今まだ2人しかね、登録がないんですけど、こっちに関してはね。単純に、まあ、LINE の方、LINE だったらとりあえずアカウント持ってる人は多いでしょう。ね。まあ、大体今、日本でスマホ持ってる人、逆に LINE のアカウント持ってない人の方のが少ないって言ってもいいぐらいね。ほぼほぼ皆さん、一般的に利用されてるんで、他の、Facebook とかも考えたけど、あんまり運用してない人が、ミクシィとかね、もうアカウントも持ってないよっていう人が多いと思うんで、だったらね、まあ、一番パッと、手っ取り早くできる。ブームを使ってる人はあまりいないんですけど、アプリ自体はもう入ってる人多いし、LINE のアプリでいいんで、LINE のアプリの、トークの横をポチッと押すだけで、見れちゃえるんで、で、そうすると、多分登録、ね、いちいち新しくアカウント作ったりする人も特にないと思うんで、便利かなと思いますんでね、そっちの方でね、ぜひやってもらったらいいかなと思います。概要欄のとコメントのところにリンク貼っておきますので、そちらの方からね、そのあたり、また登録をしていただけたらと思います。で、ぜひね、ちょっとね、うちの周りの人間、ちょっと内輪の方の話になりますけど、業務連絡になりますけど、ちょっと周りの人間にもちょっとこれ、ごめん、教えといて。ごめんやけど、まあ、LINE か、LINE のグループかなんかで回しといてもらったら、助かりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、この動画はこれぐらいで、示させていただき、特に、今言ったね、ニコニコの多分連動はね、まだしも、ニコニコの連動はまだしも、ソーシャルドッグみたいなサードパーティーのアプリを使用している方と、あと RSS フィードね、このフィードを使っている人は特に、ちょっとフィードの解除とかで、とりあえず対策した方がいいかなというので、全 YouTuber に、気をつけてねという注意喚起でございました。ということで、この動画はね、これくらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。